10月26日から1974年3月19日は日本の海軍軍人。最終階級は海軍大佐。1895年10月26日、兵庫県伊墓郡上岡村東口橋崎に生まれる。小学校の頃より抜群の成績を誇った。旧生達の中学校でも成績はトップであり、 龍の中学校のクラスメイトであった哲学者の三木、清でさえも、自責でついに、西田を抜くことができなかった。また、陸の田中、海の西田と並び表された。なお、田中と、西田は義兄弟の関係であった。また、田中、西田両名とも陸海大の軍刀組であったことから、郷土立野の誉れと地元の新聞にその逸材ぶりを、報道された。 1916年11月、海軍兵学校を3番、95名で卒業。中尉になるまでに1番2番を追い抜き、クラストップになった。第一次世界大戦では、第二特務艦隊に属し、地中海で連合国艦船の護衛任務に当たる。1924年11月、海軍水雷学校高等科を卒業。さらに1928年12月、 海軍大学校を2番、22名で卒業、以後戦艦飛衛の艦長になるまで、クラストップを保った。第一次ロンドン軍委縮会議の際は、首席前意見、宝部氷海軍大将の随員として、山本56と共に派遣され、その後イギリス大使館付部官補佐官として、ロンドンに2年間駐在した。帰国後は1931年。 海軍省軍務局第一課付、駆逐艦島風駆逐艦長、海大教官などを歴任。1935年11月、第二次ロンドン海軍軍縮会議随員となった。以後第三艦隊参謀、海大教官島方面艦隊専任参謀、軍令部第三部第八課長となる。第八課長在任中は、 日独位三国軍事同盟賛成の急戦法であり、反対派で会院の多い厚紙と激論を繰り返している。ついで水上規模艦地と世艦長、第四艦隊参謀、従順洋艦と根艦長を経て、1941年9月10日、有馬薫大佐の後任として、練習戦艦飛例艦長となった。1942年7月撮影の戦艦。 ヒエヒエを指揮して、ハワイ作戦に参加し、1942年に入って、行われたラバウル攻略戦やポートモーレスビー攻略作戦などに参加した。正論沖海戦の後の5月から7月の間は、アリューシャン攻略戦に参加し、戦艦混合、ハルナによるガタルカナル島への艦砲射撃の成功に、気を良くした、軍令部は、ヒエ、霧島による、 再攻撃を立案した。それを聞いた、比叡の西田艦長は、同じ作戦が成功するはずはないと猛反対したが、11月3日、遊国のトラック島下泊する戦艦ヤマトでの、緊急作戦会議において、山本56長官の意向を知り最終的には、同意する。これが、第三次ソロモン海戦と呼ばれる、米中巡艦隊との海戦となった。 会議後の総公会から退去する際に、長官室を訪れた西田官庁に、山本長官は、もうしばらくだよ。いや、前から考えていたのだ今度の作戦が終わったら、君に、ここへ来てもらう。いいだろうと語りかけたという。実際に、開戦直後の12月には、山和官庁の移動があり、西田の同期生である松田千秋大佐が着任している。 1942年末における44期戦1、選抜組12月に、大佐進級は、西田正夫大佐、島本九五郎大佐、一宮義手大佐、松田千秋大佐、大和田昇大佐、山住定次郎大佐、小島秀夫大佐であり、1選抜組は西田を除き全員が、1943年5月に、少々に進級している。 ちなみに、電報府345から353は42期生や43期生、同357は、ミッドウェイ海戦で戦死した、同期生、柳本竜作少将である。海戦の結果次第では、大和艦長、西田正夫大佐が誕生していた可能性は、高かったのである。十一月十二日深夜、艦隊の意思疎通不足により、 比叡が、戦闘にして戦場に突入する形となり、日付が変わる頃守備していた、米中巡艦隊の集中砲火を浴びて、上艦班に火災が発生。この時、西田艦長自身も足に負傷し、また操舵室に浸水して戦場から離脱できなくなった。米中巡艦隊には、 壊滅的な打撃を与えたものの、その後夜明けとともにがたるかなる島からのアメリカ軍航空機に再三にわたって攻撃された。機関部は全力発揮可能だったが、断続的な航空機の攻撃により、火事の復旧作業は父として進まず、ついに11月13日夕方、応急修理の見込みなしとして、司令部より、非営の処分命令が出された。 しかし、西田艦長は、比への損害はいまだ警備であると主張し、艦を救う努力をやめなかった。最終的に3度同じ命令を出され、また、機関部全滅という報告を受け総員退艦を決意する。その際、西田艦長は、総員退艦させた後に艦と運命を共にすべく、残ろうとしたが、あまりにも優秀な未来の戦艦山和艦長、さらには、 連合艦隊司令長タリエル人物を死なせるのは、忍びないと冷え手の平公会長の坂本松三郎、大尉が説得を試みた。総引退艦事の訓示を名目に、環境から西田艦長を下ろそうとしたが堅くなに拒否したため、坂本大尉とその部下三人に羽外しめにされて、簡単に担ぎ下ろされた。後部砲塔の上から、 お看板に並ぶ上院に訓示を述べた後、再度坂本らと1時間半にもわたる押し問答となった。その様子を比叡より、正機を移した、駆逐艦の摂風から見ていた第11、戦隊司令官、安倍光貴中将も、比叡の実情報告のため、摂布に異常せよという内容の命令を出し、西田艦長を体感させるよう仕向けた。 命令は退避する乗員を運んでいたカッターで、比叡官場に残る西田に届けられた。西田官庁は、安倍中将の直筆と確認するも、その命令を無視して、比叡に残ろうとした。比叡は、キングストン弁が開かれ、上官ンが、海水に現れる状態となった。もはやこれ以上は待てぬと考えた坂本は、 上級将校らと共に再度西田の手足を担ぎ上げ、そのままカッターに無理やり運び込んだ。西田艦長は大声を上げて暴れたが摂風に着いてからは冷静に振る舞った。安倍中将に、比叡の状況を報告した後に、西田艦長はなおも比叡に戻るつもりでいたがここで、機関全滅というのが誤報と知る。西田艦長は、愕然としたがその時摂布は動き出し、 また、比叡に向けて摂風から魚雷が発射された。魚雷は、比叡の中央部に命中したが、それでも比叡が沈まず、西田艦長は、比叡の沈没を見届けないままその場を去ることになった。その後、アタゴラを主力とする日本巡洋艦隊がガタルカナル、島を攻撃した。摂風も現場海域に戻ってみたが、すでに、比叡の姿は見られず重油の帯が残るのみであった。 その後、含む規定に違反したためか沈み行く比叡から退官し、また沈没も見届けなかったとして、左問会が開かれると思われたが、その左問会すら開催されず、時の海軍大臣であった、島田重太郎海軍大将により、現役を時予備役とする懲罰処分を受けた。これを知った、山本長官は、比叡一席を失うことより、西田を失うことの方が、 海軍にとっていたでであるトレン艦隊のうがき、遺産い参長を、島田大将のもとに派遣して、猛烈に抗議したが、もともと山本らと不仲だった、島田の裁定は覆らなかった。予備役編入後の西田は、甘い在勤部官に就任した。以後、同期が、昭和18年5月を皮切りに、海軍少将に進級する中、大佐のまま、 第256航空隊司令、第951航空隊司令、福岡地方人事部長など官職を転々として終戦を迎え、1946年3月、招集会場となった。西田は長男であったが、家業と実家は弟がすでに継いでおり、西田が本家に帰ることはできなかった。敗戦後は故郷である立野の総面工場に20年間、 働き、工場長を務めた。自らの戦歴については、一切口を閉じ、職場の同僚も、元海軍兵らしいとしか知らず、誰も、比叡の艦長を務めた、海軍大佐だとは知らなかった。妻は若くして、世を去り、長男は、航空自衛隊に入隊し、次男は東大に進み、娘らは嫁いだ。また一人の娘を、 闘病生活の後に失っている。西田は子供らが独立した後は独居となり、散らかった家に一人住んだが、勤務態度は良好で部下の信頼も厚かった。給与の他に、軍人年金もあり収入は、決して少なくなかったが、戦地を巡礼する旅を繰り返したり、安国神社に寄付を行ったりと戦死者を弔う、生活を続け、自らは失踪倹約に、励み贅沢は、 決してしなかった。安国神社での遺族祭で、西田を無理やり運び出した坂本に再会した時も、西田とその家族が不遇な扱いをされている責任を感じてわびる坂本を責めはしなかった。また坂本が館長を連れ出したのは私だとする原稿用紙、数十枚の原稿を渡し、これを雑誌社に投稿してよいかと聞かれると、その場でビリビリに破り捨て、 このようなことはしないでよいと命じた。江田島に取材に訪れた作家の相良俊介によれば、フェリーの甲板上で、従順とネの異例に訪れた西田に偶然出会う。波に揺れるフェリーの上で、全く姿勢を乱さない西田の姿に、ただならぬ雰囲気を相良は察知した。数こと、言葉を交わしたのみで、西田は名前すら明かさなかったが、相良は後に、 あの時の老人は、比叡元館長の西田と突き止め、勤務先の立野のそうめん工場に西田を訪ねた。西田は小麦粉でひどく汚れた作業服姿で現れて、応対した。最初は本当に対応した西田であったが、取材の話になると、私はあの時に死ぬべきだった軍人だ。そのような人間が今さら何を言うことがあろうか。 と叫び、取材を固く断った。その後も、西田と、相良は、年賀状などで交流を続けた。西田は、相良の著書を読み、その内容を褒めることはあったが、比叡については、お互い決して言及することはなかった。やがて15年の年月が経過したある日、相良のもとに、西田から、比叡のことを、お話しするから会わないかと手紙が届いた。 西田は、そうめん工場を、定年退職し、地元に戻った息子と同居していた。腰痛に悩まされ、岡山大学医学部附属病院に通院していたが、腰白の字に90度曲がっていた。指揮を悟った西田は、相良の人柄を信じて、記録を残すことに賛同したのだった。 その時の相良と西田の面談によって、怒りの海旋回兵、西田艦長の悲劇が執筆された。西田はその後ほどなく、体調を崩し、1974年3月19日、自宅で死去した。去年80。ありがとうございます。